令和2年10月16日、阿蘇市立浪野小学校で、生き生き芸術教室が開かれ、児童たちが演劇ワークショップに参加しました。これは、熊本県の生き生き芸術体験教室事業を活用して、熊本を中心に活躍する劇団キララのメンバーらが講師として招かれ、演劇の世界を体験してもらうことで、想像力や表現力を育んでもらおうと、1年生から6年生までの44名の児童が参加しました。ワークショップでは、見えない大縄を想像してみんなで大縄跳びをしたり、探検隊になってジャングルを進むアドリブの演技に挑戦したりと、子どもたちは生き生きと目を輝かせながら体を動かしていました。お芝居をするようになって、あんまりね、間違うとか引っかかるは関係なくて、今みたいに暑いとことか涼しいとことか想像すると間違っても伝わる。また動物になりきり、卵からかえって自由に動き回る場面では、一人一人が想像を膨らませながら大きく体を使って表現していて、演劇の世界に触れる貴重な体験となりました。